オーバーアンヒルズはアメリカ合衆国ミシガン州南東部オークランド郡の都市であるデトロイト大都市圏に属している2010年国勢調査での人口は2万1412人だった1821年オーバーアンヒルズは現在のオーバーン道路とスキレル道路の角でオーバーンの村を含むポンティアック郡区として始まったクリントンの岸にあり ニューヨーク州オーバーン出身で、初期開拓者のアーロン・ウェブスターがオーバーンと名付けた。ウェブスターの製材所と製粉所が開拓者を引き付けた。1826年に外区が設定された後、1860年代まで近くにあるポンティアックと成長を競っていたが、オーバーンの町がその後勢いをなくした。町は1880年にエイミーと改名され、 さらに1919 19年には公式にオーバーアンハイツとされた。ポンティアック軍区はポンティアック市と二つ。同軍区は1971年にポンティアックハイツとして法人化しようとしたが、州当局に拒否された。ポンティアック軍区は1978年に認証軍区となり、よそに併合される可能性を減らした。1983年、ポンティアック軍区が オーバーアンヒルズ氏となった時に市が作られ、オーバーアンハイツの村を含めた。詐欺の王安に近い米軍のオーバーアン氏と混同されることがある。1908年、自動車のパイオニア、ジョン・ドッジが、オーバーアンハイツの北西3マイルにあった農家を購入し、その田舎の陰性所として使った。ドッジの総領息子ウィンフレッド・ドッジは、やはり、オーバーアンハイツの北2.5マイルに、 田舎の陰性所を建てた、不動産業界の大館社、ウェッソン・シーバーンの娘と結婚した。その敷地には狩猟場、犬小屋、水泳プール、馬屋があり、さらに床面積5000平方フィートの頃にある、復古町家屋があった。ポンティアック軍区が1976年にこの、資産を買収し、建物を政府の用途に適用した。現在は、オーバーアンヒルズシビックセンターと呼ばれている。 最初にオーバーアンヒルズという名前を使ったのは1964年のオークランドコミュニティカレッジだった。フェザーストーン道路とスキレル道路の角にあるそのキャンパスに町の名前と丘の多い地形からその名を付けた。オークランドコミュニティカレッジ以外にもオークランド大学、ベーカーカレッジ、クーリー法学校が地域内にキャンパスの一部が入っている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は16.64平方マイルであり、このうち陸地16.60平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.24%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ザパレスオブ。 オーバーンヒルズオーバーンヒルズは、ほぼ週間高速道路75号線に沿っており、繁栄する事業社会がある。1980年代初期、オークランド大学が開発業者と組んで、研究開発団地を創造した。オークランド工業団地は1985年に、市から承認され、コメリカ、エレクトリックデータシステムズ、クライスラーがここにキャンパスを作った。 市内に多くある技術と事務所の建物では、ウィークデーに8万人が働いている。屋内型アウトレット、ショッピングセンターである、グレートレイクスクロッシングは1998年にオープンした。2002年、オーバーアン道路とスキレル道路の角が、通りの景観を改良して、ビレッジセンターとして再開発された。この地区では歩行者に優しい開発が奨励され、現在は、 単にダウンタウン・オーバーアン・ヒルズと呼ばれている。2013年末、中心街で多くの大型プロジェクトが完成した。その中には4階建て大学院生、アパート233台分の駐車場、ユニバーシティセンターやダウンタウンエデュケーショナル・ヌークと呼ばれる補助的教室、学生とコミュニティのセンターとして活用される歴史的な新装丸田小屋がある。市内には、 ホーレシアの北アメリカ本社、フォルクスワーゲン、アウディの北アメリカ支社、オークランド大学、ボルグワーナー、ガーディアンインダストリーズ、ジス、グレートレイクスクロッシングがあり、さらに競技場のザ・パレス・オブ・オーバーアン・ヒルズがある。このパレスは NBA に属するデトロイト・ピストンズが本拠地にしており、以前はワンバのデトロイト・ショックが本拠地にしていた。 オーバーンヒルズ市内に関わる教育学区として、アボンデール教育学区、ポンティアック教育学区、ロチェスターコミュニティ教育学区がある。ポンティアック教育学区に属するウィル・ロジャーズ小学校は、オーバーンヒルズの北東部にある。市立学校は、以下の通りである。市内にはいくつかの地域公園があり、その多くは年中開放されている。スケートボード、 インラインスケート及び BMX バイクの公園であり、あらゆる年齢とレベルに対応している。施設の利用は無料であり、4月から11月まで午前8時から日没まで開放されている。多くの自然の道があるハイキングとウォーキングの公園。ツリー系やピクニック場もある。芝生広場があり、またヘッツイのある屋根付きピクニック場もある。ソフトボール場。 9ホールのディスクゴルフコース、テニスコートなどもある。リバーウッズ公園全長16マイルの歩道、オークランド軍の中心を抜けている。ロチェスター、ロチェスターヒルズ、シルバンレーク、オーバーンヒルズ、ポンティアックなどいくつかの都市を通っている。オーバーンヒルズに入る2.1マイルは、歩行、ジョギング、自転車に最適な微細な採石に覆われている。 2歳から5歳の幼児のための消防士をテーマにした遊び場があり、子供連れ家族に人気がある。ブランコやピクニック用テーブルがあり、ピクニックや遊戯のための開けたスペースがある。広さ80エーカーの森、草原、湿地であり、手入れされた自然道や板道から行くことができる。1年中利用でき、冬には暖房された洗面室とシャワー設備があり、 六室のキャンプ小屋のある二階建てロッジもある。このロッジは年間を通して集会や活動にも利用できる。ビーチバレーのコートや舗装した遊戯場などがあり、広沢に、A、カーある。オーバーアンヒルズ中心街に隣接し、クリントン川に沿っている。夏にはカヌーを楽しむことができる。オーバーアンヒルズ中心街に近く、屋外屋内のピクニック場、バーベキューのグリル、 暖房付き洗面室が年間を通じて使える。舗装された歩道で公園内を歩くことができ、クリントン側に架か,かる橋もある。バスケットボールコート4面もある。ありがとうございます。